日本語能力試験、スーパー模試 N、N4、N5。模擬テスト、N5、第1回、懲戒。問題1。1> 問題1では、はじめに、質問を聞いてください。 それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。一番男の人と女の人が話しています。二人はいつ映画に行きますか 映画を見に行きませんかいいですね。私の暇な日は日曜日だけですが。じゃあ、日曜日に行きましょう。あ、でも、今度の日曜日は10日ですよね。11日はテストですよ。テストが終わってから行きましょう。そうですね。じゃあ、そうしましょう。 二人はいつ映画に行きますか二番学校で先生と学生が話しています 学生は、この後、何をしますかリンさん、作文は終わりましたかすみません、まだです。家に帰って、今晩書いて、明日持ってきます。いいえ、今、ここで書いてください。私は、4時まで学校にいますから、 書いて持ってきてください。はい。あのー、どこに持って行きますか私の部屋に持ってきてください。待っていますよ。学生は、この後、何をしますか 3番男の人と女の人が話しています。女の人は明日何時に駅に来ますか山本さん、明日は駅で会いましょう。何時にしましょうか電車の時間は8時ですから5分前でいいですかでも、 朝は駅がとても混んでいますから、もっと早くしませんかじゃあ、10分前に行きます。女の人は明日何時に駅に来ますか 4番。男の人がお店の人と話しています。男の人が買う切手はどれですかすみません。200円の切手を2枚と50円の切手を3枚ください。はい。あ、すみません。200円の切手は1枚しかありません。 100円の切手を2枚でもいいですかはい、それでいいです。男の人が買う切手はどれですか 5番家で女の人と男の人がパーティーの用意をしています。男の人は何を買ってきますかパーティーまであと2時間ですが、掃除は終わりましたかええ、もう終わりました。ケーキも買ってきたし、飲み物も冷蔵庫に入れてあります。 あとは料理だけです。あ、テーブルに置く花を忘れていました。じゃあ買いに行きます。料理はお願いしますね。男の人は何を買ってきますか 6番家で女の人が話しています。玄関はどうなりますか玄関は掃除してありますからスリッパを並べてください。今日来る人は4人です。それから靴箱の上に絵を置いてください。動物の絵じゃなくて花の絵です。 玄関はどうなりますか ?7 番駅で女の人が男の人と電話で話しています 女の人は、どのバスに乗りますか今、駅に着きました。そうですか。じゃあ、8番のバスに乗って、桜郵便局というところで降りてください。10分ぐらいです。1番のバスですね。駅の前の。い,いえ、違いますよ。8番です。ああ、 はい、わかりました。あ、あそこのパン屋でケーキを買っていきますね。ありがとうございます。じゃあ、郵便局の前で待っています。女の人は、どのバスに乗りますか 問題2問題2では、はじめに質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。一番男の人と 女の人が話しています。二人は駅まで何で行きますか時間がありませんね。駅までタクシーで行きましょう。でも、タクシーは高いです。バスの方が安いですよ。そうですね。でも、バスの時間がわかりません。あ バスが来ましたよ。ちょうどいいですね。走りましょう。二人は駅まで何で行きますか 2>, 2番天気予報を聞いています明日の天気はどうなりますか今日は暖かくてとてもいい天気でしたね明日金曜日もいい天気ですが土曜日は雨になるでしょう日曜日は雨は降りませんが曇っていて寒くなります 月曜日も同じです。洗濯は金曜日にした方がいいですよ。明日の天気はどうなりますか 3>, ?3 番学校で女の人と男の人が話しています。 女の人の家の近くに何がありますか佐藤さんの家は学校に近くていいですね。うちは遠いので大変です。でも近くにお店がないので買い物が大変です。私もそうです。家の近くにお店が欲しいですよね。でも山田さんの家は駅に近いから。 便利でしょう女の人の家の近くに何がありますか ?4 番店で男の人と女の人が話しています。女の人はどの犬を買いますかどの犬がいいですか みんなかわいいですね。うーん。あの子、いいですね。足が短いの。ああ、あれですね。白いの。ええ。右の耳と前の足が黒いのです。とても元気な犬ですよ。あれにします。女の人は、 どの犬を飼いますか ?5 番女の人と男の人が話しています女の人は昨日 何をしましたか女の人です。昨日は雨でしたね。ええ。日曜日はいつも散歩をしたり洗濯をしたりしますが、昨日は雨だからできませんでした。だから朝から晩まで家で勉強していましたよ。私もそうです。ああ、でも、 夕方買い物に行きましたけど女の人は昨日何をしましたか六番 店で女の人と男の人が話しています。男の人は何を買いますかあのシャツを見せてください。はい、白いのですね。どうぞ。同じ形で黒いのはないですか黒はないんですが、青はあります。ああ。 そうですか。じゃあ、いいです。ありがとう。男の人は何を買いますか ここでちょっと休みましょう。ではまた続けます。 問題3問題3では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から一番いいものを一つ選んでください。1番 ケーキが買いたいです。何と言いますか 1, ?1 すみません。ケーキを買いましょう。2, 2このケーキをください。3このケーキを買ってください。 2>, 2番、朝、家を出ます。何と言いますか ?1、1> ただいま。2>, 2、失礼します。3、行ってきます。 3番、友達が荷物を持ってドアの前にいます。何と言いますか ?1、1> 開けましょうか 2>, ?2、つけませんか ?3、閉めてください。 4番、ズボンが買いたいですが、長いです。何と言いますか ?1、1> あまり短くありません。2>, 2、少し短くなってください。3、少し短くしてください。 5番、子供が病院で遊んでいます。何と言いますか ?1、1> うるさいですよ。2>, 2、大きいですよ。3、有名ですよ。 問題4問題4は絵などがありません。文を聞いて1から3の中から一番いいものを一つ選んでください。1番明日学校に行きますか いいえ、休みですから。二、はい、行ってらっしゃい。三、いいえ、誰もいません。二番、 ありがとうございました。1、いいえ、どうしました ?2、2> いいえ、どういたしまして。3、はい、どういたしました。 3番、その本を貸してくださいませんか ?1、はい、借りてください。2、2> これは私の本です。3、いいですよ、どうぞ。 4番、本田さんはいますか ?1、1> もう帰りましたよ。2>, 2、図書館にありますよ。3、本はいりませんよ。 5番リンゴはいくらですか 1, 1 3つですに100円です3食べに行きます 6番、駅まで何で行きますか ?1、3分です。2、2> はい、何ですか ?3、自転車です。 これで、模擬テスト N5 第1回懲戒を終わります。